どうも、ジャムスゲームスポー MGCTV マルベリーでございます。トーラモロに今日やっていきましょう。さあ、前回はですね、いろいろクエストを進めて、クリスタなどをね取得して、次の、クエスト更新し、遺跡というところにね向かえというところまでやりました。そして早速遺跡に向かいます。さあ、これが遺跡のようですね。初めてのダンジョンに当たりますね。まあ、前回もそうだったんですが、結局ここら辺はなんかチュートリアルの延長的な感じっぽいですね。あれ？クエストアローが出てない。何をすればいいんだこれ。あ、ゴーレムが来たら足止めしろって言ってたから、とにかくゴーレムを待つのかな。あ、それとあれだ、前回あのアビリティじゃねえや、スキルか、スキルを増やしたんですが、それを設定してなかったね。術式ジャベリングとチャージング、ここら辺をセットする代わりにアイテムは自動で使えなくなっちゃったので、あ、自動じゃないや、ショートカットで使えなくなっちゃったので、オートアイテムをさらに増やしたいんだけど、あ、これは1個しか増やせないんだ。じゃあまあいいか、デバイタスをしなさい。入ってる。で、早速魔法を使ってみましょう。まずはチャージングで回復したいかな。チャージングっていうのがこれで、おお、あ、これでもアタックしてないから今 MP がどれくらいあるのかは見えないんだ。じゃあ新しい何だっけ、ウィンドジャベリングっていうのを覚えたんで、これ使ってみましょう。ダメじゃん、当たっちゃった。ウィンドアローもねレベル5になったんで、どれくらい火力が上がったか。おお、え、普通の通常攻撃どれくらい食らうのこれ。通常攻撃は、あ、33、27とかだけど、これがウィンドアロー、あ、 MP 足りません、 MP 足りません。一回逃げて、おーおーおお、あ、なんだなんだこれ。チャージング中はダメージが食らうと、あ、大丈夫だ。チャージングはダメージ食らってもちゃんと MP 回復してくれる。で、なんだなんだ、天丸さんにタゲが入っちゃった。これマジ、いや、ウィンドジャベリンを使ってみたい。さあ、どれくらいの火力。おお、強っ。あ、なんか頭装備手に入れたぞ。ウィンドジャベリン強っ。これは魔食やっぱり正解だな。アビリティをもう追加するだけで異常に強い。チャージングして敵にウィンドジャベリンを叩く。うい、はい、この借り方だ。一撃必殺ですよ、ウィンドジャベリン。まあ、イントも上げたっていうのもあるんでしょうけど、ウィンドジャベリン間に合うか。どう、間に合った、強っ。てかさ、なんか多分装備手に入れたっぽくない。あ、なんだなんだ、そもそもつけれるのあった、バックラ。よし、防御力上げたい。それとこれだ、とんがり帽子。え、あ、これがとんがり帽子なんだ。いいね、なんか変わりました。いいっすね。まあいいでしょう。 MP 回復、チャージングして、で、マジックジャベリンを、あ、ウィンドジャベリンを打ちましょう。はあ、強っ。で、結局これ何をすればいいんだろうね。どこに向かえばいいんだろう。この右下にマップが見えてるんですけど、お、遺跡地下1階。ちょっとクエスト見てみようか。ゴーレムの暴走。あ、なるほど。なんて読むか分かんないけど、遺跡の奥に行かないといけないんだね。
あ、ここじゃん。地下1階。これのどんどん奥に進んでいこうという感じですか。マップ、右下にマップね、小さくて見にくいかと思いますけど、紫色になってるところが次の階層への移動の移動口。おお、なんか下に降りれるんだ、これワープポイントみたいですね。地下2階、まあ最初3階ぐらいじゃない、今までのイルーナ的な流れだと。お、最深部やっぱりね。ギルドレベル10になると、いや、ギルド酒場で利用できる。面白そう。ギルドとかあるみたいですね。でもいきなりここがボスみたいですね。まあまず推奨レベルを見てみますか。ここに行くと、はい、いやいやいや、グラフィック綺麗ですよ。いいですね。ちゃんとね、イルーナのディテールを引き継いで。お、これがゴーレムか。うわ、いきなり攻撃されたよ。うわ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 、地区ビームですかこれ。何かが発した強烈な光が見て、ゴールの動きが鈍くなった。今のうちで戦ってください。いきなりもう戦わないといけないの、これレベル16。倒せるのかな、倒せるのか。まあこっちはね、仲間がやってくれてるんで、後ろからウィンドジャベリンをチャージしてもう叩きまくりましょう。それでもうあれ MP、はい、出るんじゃないですか。これはウィンドジャベリン超強いですからね。もうタップってなってる時、あ、これ相手止まってる時なのかな。この時はタップした方がいいですね。いや、いいですね、良さそうですね。ウィンドジャベリンの効果じゃないね。マーショックは後ろから、あ、タップ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 76。お、倒した倒したよ、倒しちゃったなんかあっけない感じでしたね。ウィンドジャベリンイーバー、あー、壊してしまったか。やるんしはカンカンだろう、この暴れようだ、仕方あるまい。よかったんでしょうか、これで。さっきの光、なんだ、ホーリージェムを知らないのか。今のような強敵に出くわしたら困るぞ、少し分けてやる。使い方？うん、今、ヨークシたち3人に報告しなきゃいけないから、そうだ、その調子でやる。なんだそれ。ゴーレム退治ご苦労様でした。ところであなたもソフィアの街にでしたら近いうちにどっかでお会いできますね。その時よろしければまたお手伝いください。それでは失礼いたします。ということで、この、兄弟とはお別れという形ですね。おお、お、クリスタかなこれ。ストレンジェム、インテリジェム、あ、ボス戦で使用できるサポートアイテム、あ、サポートアイテムを使用するみたいなのね、出てたもんね。雑貨で購入したり合成作成することができるって。何かやり残したことはあるかな。どちらを選んでも進行に変化はありません。だって、ああ、特にない。外に出ようってやったら多分外に出て、もう少し遺跡を探索しようってやったらレベル上げができるって感じかな。外に出ましょう。次のストーリーミッション開始場所はメニュー画面のステータスクエストで確認することができますと。ここで一旦仕切りがつくのかな。これでなんかチュートリアル完了みたいな感じなのかな。さあ、レベルももう11にあっという間に上がっちゃいました。クエスト確認すると、次のシナリオは、造成中地区からソフィアの町に移動すると開始されますと。今造成中地区にいるのかな、あ、いるんですね。でソフィアの町に移動しますが、マップ上にハテナがありますね。あれなんだろうね、気になるけど、まあいいか。あ、ウィティか。
お、この先は準備中のマップです。アップデートお待ちください。なるほど、ベータ版ということで行けるとこ行けないとこあるみたいですね。クエスチョンが出てるところが次のクエストの目的地っぽいですね。そうですね。なるほどなるほど。お、なんかが起きたよ。あなた様、最近町にいらしたストレイヤーの冒険者様ですね。やはりそうでしたか。ソフィア成長のもの、あなた様をお探しして成長を上抜きするよう最高執政官様、これはピーノ様じゃないでしょうか。聖官長の神殿までご足労お願いできますでしょうか。まあ今からピーノさんに会いに行くんじゃないでしょうか。これ、え、あんな遠くなの。結構遠いよあれ。ソフィア聖長に行き最高執政官に会うと。さあ行きましょう。走るよ。お、地下ソフィア聖長アイテム使用すると10秒間は、ああこれアイテムディレイの件ですね。さあさあさあ、お、ここでイベントが発生でしょうか。イベント発生するときはびっくりマークがマップ上に出てるみたい。お、え、これがピーノ、嘘でしょ。ピーノも大人になっちゃってんじゃん。マジで、はあ、ピーノ、もうこれイルーナファンからしたらちょっと嬉しくなっちゃうんじゃないでしょうか。ピーノってね、イルーナ上ではすごいちっちゃいキャラクターなんですよね。ようこそ、私はソフィアの町を治める最高執政官12中でいいのかな、神々の一人。え、神々になっちゃったの。地の女神ピーノソフィスロイス、嘘。ピーノこんな、もう成人女性になっちゃったの。てんてんてん。まあ記憶がこの世界のことあまりわからなくなっていらっしゃるとは何とも不可解な。あ、また記憶喪失系の設定なんですね。はい、説明させていただきますと、この世界は太古、私たちの先代たる十二中でいいのかな、これ。十二中の神々によって創造されました。ですが今から遡ること数百年前、突然の大地震とともに大地の継ぎ目が外れて、この世界は一度バラバラになってしまいました。人間たちが大変動と伝えている事件です。これがイルーナの時の話なのかな。この世界の人間たちが女神の雫と呼ばれる鉱石を掘り尽くしてしまったため、我々十二中の神々の力が薄れたからとも言われていますが、真の理由は未だ不明。大変動が起こった際、十二中の神々がバラバラになった大地を接合し直したのですが、速やかに一つにまとめることを優先したために元の世界とは全く違う形につなぎ合わされた世界になってしまった。ほう。しかし大変動からも数百年が過ぎました。この世界に住む4つの種族の人間たちもそれぞれ環境に適応して、それぞれのやり方で生活を安定させられるようになってきましたが、大変動の名残なのか数百年経った今でも不可解な現象があちらこちらで起きている。特に多いのが凶暴化した怪物と何者かに改造されたらしい竜の襲撃、何でも黒い異様な物体が体についているのだとか。大まかな説明では申し訳ありませんが、この世界のことはある程度分かりましたか。それは何よりです。あとは実際に歩いてみてご自身の目で確かめるのが良いかと。は、手始めにカウス地峡へ行かれてみては。あそこには竜が湧いたと言われる大きな穴があり、今この世界で頻発している不可解な現象の一端を垣間見ることができると思いますよ。先ほども怪物による襲撃報告が入ってきたため気にかけていたところなのです。ついでと言っては失礼なのですが、状況を調査の上報告お願いできませんか。ピーノはなぜ私に目をつけたんだろうね。ああ、地球へ行く前に4つの会派のことは知っていますか。そうですか。ストレイヤ派には冒険者の他にも様々な職業の人々がいます。この町の近くにキャンプをしていますから、いろいろと話を聞いてみるといいでしょう。道中くれぐれも気をつけてということでございます。お、レウグエンゲンになってる。
昔は湿原だったのにな。レウグ湿原からレウグ塩原に変わったと。湿原がね、なんかの影響で塩分が多くなってしまったんでしょう。そういう設定をね、バックエンドを知ってるとまた楽しみ方が増えますね。いやー、ピーノにはちょっと感動しちゃったな。青年女性、成人女性になっちゃったピーノが。さあ、なんちゃら平原、ラカ、ロカラ、ロカラ平原。ここは新しいとこかな。お、新しいとこだ。ラカウ平野、平野でした。新しいモブがいますね。ちっちゃい可愛いのがいます。お、ジャンプした。あ、これあのトリッピーだ。トリッピー、なんか最初やっちゃダメだよって言ってた。ラフィーはレベル1。こいつは、あ、ピコもレベル1だ。レベル1、なんかあれですね、敵のレベルは下がっちゃいました。おお、なんだ、おっこと主がいる。おっこと主が、つえー、ラバーか、ラバーか、レベル21。これは危ないね。お、下降りれんのかな。違うね、あっちの方に向かえと。ラバーカのタゲ外したい。あ、外れた。こっちの方に行きますよと。お、こいつはまた新しいモブですね。ポムム、レベルは3ですね。一回タゲ取った敵は、再タッチするとタゲ外れるみたいですね。お、ここがレウグエンゲン。ショートカットはまあやりましたね。お、奥の方にびっくりマーク。お、なんかこれピエドラ大丈夫、著作権的に。大丈夫か。こっちの方、あ、ここか。お、ペルル。え、なんか私攻撃食らってる。やっぱこういうタゲ取っちゃってんだね。ウィンドアローでいきましょう。よいしょ。おー、ウィンドアロー持ってやっぱ強くなったね。あ、なんかでっかいの連れてきてるよこれ。おー、倒した。ペルルさんに話しかけましょうか。うわ、人がいっぱいいるとタップしにくいな。癒される BGM ですね。そうそうそう、このこんな、このぐらいの身長だったんですよ、ピーノさんって。イシューナでは。あたいらに何かご用。ふん、不思議な人だね。あんたヒューム族かと思ったけど、なんか微妙に違う。え、うん、確かにストレイヤーのキャンプだけど、ここにいるのはあたいらキュール族の商人。せっかく来たんだし、何か品物買ってくるということでございますが、なんかこう雑貨屋さんなのかな。ここにメモってある品物を集めてほしい。あ、クエスト更新ですね。硬い竜皮、あ、これ1個持ってるってことは多分ピエドラからゲットできたんですね。じゃあまあピエドラをとりあえずウィンドアローでワンパンできるのかな。まあできますね。じゃあピエドラをウィンドアローでワンパンして、竜皮という硬い竜皮ね、ゲットできてますね。お、ミッション達成しました。これ今までミッション達成しましたみたいに出てなかったから、あれですね、なんかチュートリアル的なのがやっぱ一段落ついたっぽいですね。それとあと何だっけ、ラム肉、ラム肉っていうのを集めないといけない。ラム肉誰が落とすんだろうね。この黄色いやつかな。あ、羊だねこれ。あ、シープ、まあシープ、羊く、ラム肉ですからね、羊から出るでしょうと。ああ大丈夫だ、ウィンドアロー一発でいけるね。もうなんかすんげえ魔法使ってる人いる。いろいろアビリティをアップデートしていくと、レベルによって多分解放できるアビリティっていうかスキルが違うんでしょうけど。どこだどこだ。あ、シープさんいたよ。シープさん MP が足りません。チャージング、多分このチャージングのレベルも上がると MP の回復量と速度も上がるんでしょうね。
OK、 おレベルも上がった。ラム肉ゲットできたかな。また勲章マークが来てますんで、勲章がアップデートされたっぽいですね。ラム肉ゲットしてってますね、どんどん。ラム肉も3つで良いのかな。おーし、達成しました。いいですね、この達成しましたっていうのはなんか爽快ですね。さあ戻りまして、ペルルさんに話しかけましょう。ホーリージェムのことをなんか言ってますね。リアノってばあちゃんがいるから彼女に聞いてみて、次はガッチンに行くみたいですね。リアノさん、あ、リアノバー、リアのばあちゃん、ホーリージェムについて全部話すと結構話が長いと。数百年前の大変動直後のことよ。長そうだなこれ、本当に。この世界あちらこちらで守ってきたそうな。まだ続きがあるけど聞きたいから、またその機会にしましょう。ピーノが言っていた竜が湧いたというカウス地境へ行ってみることにしようということでございます。おお、2060XP もらったよ。レベルそれ上がるでしょう。あっちの方ですね。あ、こいつか、さっきやってたの。こいつ何？闇キノコ、レベル10ですね。今までね、いなかったモブも結構いますね。カウス地境。このベータ版から正式リリースされたら、このベータ版のデータは引き継がれるのかね、それともリセットなのかな。もう闇キノコがいっぱいいますね。もう地球ということだけで、あ、だけにちょっと今までとテイストが違うダンジョンですね。さっきの遺跡と近いか。あ、マーターの兄弟。あら、またお会いできましたねってね。竜が吐く息がなんちゃらって言ってましたね。カウス地境を調査すると、まあ、ここでホーリージェムを使うチュートリアル的な感じなのかな、まあ、チュートリアルは一旦落ち着いたとは思ってましたが、あ、ここ迂回しないといけないのか、まあ、まだ説明する部分をはまだあるみたいですね。おお、高低差があれですね。高低差が今までのイルーナよりすごい 3DR ですね。ん？どっちや？こっちか。ここら辺アクティブな敵ではないみたいですね。こう相手から狙ってくるみたいな感じではないですね。すごいポッピーな BGM です。イルーナもそうでしたけどね、この BGM も一つの楽しみの一つですね。お、竜洞穴。今回は竜がテーマみたいですね、トーラムオンライン。まあ RPG の王道といえば王道なんですけどね。お、不気味に黒い巨大な結晶が周囲に邪悪な気を放っていると。あれ、不気味な結晶飛ばすんだ。こいつ倒さないといけないんだ。あ、不気味な結晶。ん？あ、推奨レベル21ですって。まあ、ここで補助アイテムを使うと、こういう形で先ほど手に入れたホーリージェムっていうのが使えるみたいということですね。まあ、ちょっとさすがに推奨レベル21。まあ、見るだけ見に行きますか。ちょっとあの、何でしたっけ。あの、ホーリージェム使わないで。あれ、タップできねえな。できた。準備 OK。 ホーリージェムを使わずに引くだけ行ってみましょうか。不思議な結晶 HP6300 破壊しろと。周りにもなんかあるね。あ、これもだ、麻痺の結晶。こいつらをまずは、あ、やべ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 、なんかびっくりマーク。麻痺った麻痺ったぞ。
MP が足りません。あ、まひるまひる、厄介だなこれ。チャージングしてね。おお、これ敵までの距離とか出てんだね。え、全然効かねえ、超強い、全然効かないっす。結晶が周囲に邪悪な気配になってる。うわー、周りからも攻撃食らう。あ、これ毒ってる、これどっか出んだ。エスケープポイントがどこかわからない。あ、あっちの奥だ。うー、スロー的な、こういう攻撃が来るのね。このダンジョンにいるだけでダメージが食らってくるのかな。キャー、この戦闘から脱出しますと。わっ、こいつなんか闇キノコがついてきてたんだ。いや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 、早く早く。あ、これでもダメージ食らっても脱出はちゃんとできるみたいですね。ふう、これどっから出んだ。あ、こっちから普通に出れんのか。ちょっと推奨レベル21ということで、ここからはちょっとレベルを上げてからじゃないといけないっぽいですね。まあ、このようにですね、各行僧を説明するクエストがどんどん続いていくみたいでございます。まあ、メインストーリーには入ったっぽいですね。ピーノとかからね、このイルーナの世界観的なお話も出てきてたりして、メインのクエスト、チュートリアル的な感じからは少し、ファーストステップ上がったみたいですけど、どこだ？ここがポイントになってるんだけど、外に出れない。あ、リリリ？外に出れねえぞ。なんで？あ、ここになんかポチっていうのがあるけど、これ、あ、そうか、ここなんか飛び降りてきたんだもんね。ってことは、そうかそうか、分かった分かった、登っていかないといけないんだ。とかから、 あそうだね、ここから登っていかないといけないってことですね。ぐるぐる回っていくのかな。よいしょよいしょ、おう、うん、そうですね、ここから出るという感じでございますね。はい、ということで、ちょっとここからはあれですね、ちょっとレベル上げをまずしないといけないと思うので、次ね、お会いした時にはちょっとレベルが上がった状態でお会いする形になるかもしれません。はい、ということで、一旦ここで、パート3もトーラムオンライン実況終わりにしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回以降もお楽しみに。またお会いしましょう。したけい。